サイバー空間に国を作ってもいいですよね。うん、最初のきっかけがもしかしたら今のガーファかもね。うんうん、国籍っていらねえんじゃねえと盛り出してる人相当増えてますよね。十年後生き残るのは国家かガーファかということなんですが、こちら江崎先生が出してくださったテーマですね。そもそも物理空間で 制約されているのを国家って言うんですよね、はい、でも企業というのは土地も関係なくなったよねあ、そうですね昔は土地に関係してたんですよ、はい、そこで経済が閉じてたから、えー、でも人類っていつの間にやら法人っていうのを作ってこれって土地に関係ないでも土地があるというのも少し制約を受けていて本社がどこにありますかというのでその本社の場所が決まって 税金のルールとかが決まりますと、うん、でもそろそろサイバー空間の方がかなり強くなってくるとサイバー空間だけで組織作れますよねというのがもう五六年前に始まったんですよあ、すでに始まっている、うん、だってみんなが会社を起こすときに別に本社っていらないじゃん物理的に社長は加藤くんで CTO は僕僕で、はい、CFO は黒田先生でみたいなので もう会社作れちゃうけど法人としてそうするとこれってよく思い出してみると国というのは地面に張り付いた集団だったということなんだけどこれって別にその制約がなくなれば宇宙に国作ってもいいじゃん国って今ないんだよい。でしょサイバー空間に国を作ってもいいですよねって話には当然なりますよね。そそうするとサイバー空間でその サイバー国というのの貨幣を作るというのがすでに始まってますよねつまりドルとか円とか元とかじゃない形でサイバー空間でお金があるグループの中で閉じてそこで経済活動が行われて、うん、そこにルールというのが決められるとほぼ国家と同じだよね、うんうん、そうするとその最初のきっかけがもしかしたら今の GAFA かもね。国は そもそも土地であったり土地に紐も付いているとは、あと貨幣を保障できる法律とか宗教的なものが地域ごとにあるのがもう大体インターネットの世界でもそのものが出てきちゃいましたねってあと福祉と福祉っは実は大きいんだけどもつまりシチズンシップという市民権を持っているとある権利を持っているね。 生涯保障してあげるとかというのがあって市民権というかあの国籍というのが存在しているとでも今時国籍っていらねえんじゃねえって思い出してる人相当増えてますよねではそのインターネット上の世界で新たな国家のような存在となる共同体みたいなものが生まれてもおかしくないもう起きてますよね,ね、うん、エストニアとかが電子政府に力を入れて誰でも ID を発行できるあれはどういうものなんですか エストニアの国籍というのはエストニアに最終的には税金を納めてくれればいい人です、うん、なるほどな <laughs>、はい。なので海外の国籍の方も登録できるということなんですよねすごいですよねそこをまた概念がでさらにじゃこのビットコインで何らかの契約に基づいてお金のやり取りがされ始めるといよいよそうですねそれで、ね、もう一個面白いのは、うん 特にビットコインというのはもともと何かというと計算なんですよ、はいはい、あの価値のところって、うんで。計算というのはよくたどるとエネルギーなのでだからビットコインの大元の価値の保証のところって実はエネルギーなんですよ、はいうんはい、ビットコインはその計算をしてくれた人に付与されるっていうものっていうことですよね。うん、<々>ということは、はい、あれはエネルギーをたくさん持ってる人が一番強いという。うん 実はその通りです <laughs> マトリックスと似てるって話ですねうん、うん、必ずどこかにその現実世界の制約が残っていて、うん、今間違いなく残ってるのはエネルギーを持たないといけないから、うん、それは確実に、まあ、シリコンなのか酸化ガリウムなのか分かんないですけど物理制約にそこは確実にひも付いてるでしょうとかうん、うん、あれですよね通信するのにに基基本的に基地局が 必要だから、意外とその基地局の。位置づけみたいな、なんかロケーションに割とこう,するとそう,そう。どこにデータセンターが集中しているかとかね。ね、はい、それの不動産って言うんですけどね。うん、ですよね。だから、不動産も、不動産は意外とだから、メタバースと。現実世界をつなぐところに近いかもしれない、ね。そうですね。まあ、あとね、面白いお話は。あの、ビットコインのマイニングって、半分以上中国でずっとやってたわけだけども。うん デジタル源を作るために中国ではマイニングを実は禁止したのでそれがえっと西側に動いていくと西側の電力総数が足りないので,で電力単価が上がって大変なことになったとっいうのが半年ぐらいで起こったことですねメタバースが破壊されるのはまあサイバー空間同士の破壊もあれば意外とリアルなエネルギーを断たれると、はい。そうですね 今あるガーファの形ってのは当然変わっていくと。永久に彼らが今の、あの。覇権を握っているってことは考えられないし、考えにくいし。